はい、レベルアップしたかなどうでしょうね <laughs>。待ってくださいね。これ俺確認できるのかなレベルアップしてんだか。んいや、てか、えあ,あ、してないんいや、してるんじゃないかしてるんじゃないしてると思うよ。してると思うよ。したでしょうん。 でしょ下,下下だ OK してますよかったよかった <laughs> よかった下下やったやった星消えたもんそうそうそうやった <laughs> なんかなんかすごい星なんかすごいすごいコインの数が増えてきたぞおかしいなコインの数がコインの数が急に急に急に <laughs> トイトイさん <laughs> 5ポイント少ね少ね5ポイント ただこう500以上あるから受け取れないいやいや、投げて受け取ってくださいよそれ、かざさん少し投げて受け取ってくださいトイトイキラメッセンしたコインありがとうございますどんだけ投げてるんですかはい、こんばんはですはい、はいまえまえさんもはいコインありがとうございますはい、よかったもう 危ないほんとあコインにあトナカイさんもあ,ありがとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> <これ笑>、うん、すぐに受け取るのはもったいないのである程度ポイント減ってから受け取るのあ了解ですあいいですよコラボどうぞいや7枚じゃないよこれもう7枚なのこれなんかすげえ数来てるけど俺13枚ってどういうことやあトイトイさんが7枚ってことおかしい これまたびっくりするよはい,いこんばんはですはいこんばんはです <laughs>、はい、おかえりなさいって言った方が正しいですねいあただすあーよかったあのコラボ詐欺じゃなくてよかったレベルアップ詐欺 <laughs> 165? い,いや,おい、うん、いやでもね<う>私も確かねあれどこだっけどっかのカスで111ポイントとか結構うまうまにもらったキャスがあったけどな た、かし君さんかさんここ。そう、あ、トナカさん、ありがとうございます。あ、三十四ポイントだと思えです。まあ、でも、もしかしたら、まちさん、ちょっとレベル少なかったかも、順位が。うん。うんた。うん、しーちゃんは。何ポイントもらいました。何ポイントだっけ。忘れた。忘れた何回、段階 <laughs>。忘それ、段階。二十五、ああ。まあ、九位だと、そのくらいですかね。 万智さん、ねね、は12位ですもんね、うん、まあ今ここにないですけど風佑さんが1位ですからね <laughs> 13ポイントはちょっとトナカイさんどうも言うしかないですそれはうんアサさんも36ポイントはうんもうトナカイさんちょっといやランナーさん本当にそれ5ポイントなの <laughs> ランナーさん3位でしょ3位3位で5ポイントってないわよ 5ポイントほかに何ポイントかもらってるでしょう嘘でしょなんだと思うよサインなんだからラナンさん,んかなみさんかなみさんはねかなみさんはあゆみ弓物さんこんばんはあみ弓物さんこんばんはですあランクアップあありがとうござすあす。ありがとうございます <laughs> ちなみに、えー、とかなみさんは30位ですね30位です、はい え,えしーちゃんちゃんは上ですよしーちゃんは上ですよ関係し,しますかいやいやいいんですか関係それ反応してしまうその関係もね <laughs> その関係なんか反応してたよねえっ、ー、と九位です九位九位ですあなたね。あ,あ<は><ん>そう<何>箱からもらえたのが五ポイントでいやランナンさんあなた箱からもらったのがこポイントだろうけど一応 <laughs> じゃあそれ以外にサインの分はか完結してるからあんたさんなんか話題を振ってくださいよ私に <laughs> 話題好きでねもう,もうランクパアップのコインだけでもう結構これ処理するの大変いやんけど <laughs> んあれ24時間テレビのチャリティーマラソンとか興味ないっしょあキャスケンありがとうございます興味ありますけど何か <laughs> あゃじゃあじゃあ,あれ見てないっしょ 誰が鳴ったとか一応私なんかさらって,ってよ <laughs> あしてる見てますよ <laughs> あの行ってきて桜花吹雪の花火ありがとうございますあれどう思うのあれミエ <laughs> ミヤゾンって <laughs>、まあ、運動神経が多分いいって聞いたことある だってあのトライアスロンって言ってますよトライアスロンおかしくないですかトライアスロンですよ温水していいのいやいいですよもう全然いいですよ多分ね私温水してもあのあれですようんいいですよえ本ないじゃんあとねこれ明日朝起きて声枯れてそうまた変えてるからダメだって「道場の押し売り」って祖母が言ってたから見なくなった あーでもねそう西4時間テレビは本当にね同情の押し売りですよあれうん <laughs> でもね <laughs> うんまあ私的にはちょっとあの心苦しいちょっとうん、うん、って感じなんで <laughs> あその音追会あっ内部役所さんのとこじゃないとダメだったんだ <laughs> えどういうこと音追めんどくさいからやらないそうめんどくさいよあれ音追 だってさわ,さわさわささレテンにツイッターあの連携つぶやきますかってレテンしてつぶやかないといけないんだからめんどくさいだ、ね、あれ分かる。お茶ばっくもってんありがとうございます。やばいなこれ。どうどうも二十四時間テレビ。いや見てしちちゃん的には。 てか、声がやばくなってるやばくなったら降りてもいいですよ大丈夫でしょあとあとでしょうんどうだろうな「障害ってないやん」とうちの音とうんそのとるりや面倒くさいからこそキャスのみなあかいや朝さんのビクくやってたんやんさっき

ちょっとちょっと、みんなあらー。ああ、プリズリ。ああ、坪春さん、はい、こんばんはです。ありがとうございます。あはじめまして <laughs> <ー>。よろしくです。<laughs> すごい。これで十三人も来てるから、すごいよね。二十四時間テレビって、なやんやいやで。十 <laughs> 三人も来てるんや、ね、<laughs> だってさ、もうランナーとかさ、完全にもうおしりやけどね。 マラソンとかねしようかなでもこの声で聞いたらみんな引,か引きそうで嫌だないやひいやひ誰も言ってへんけど言ってへんけどあの明で学校とか支障出ませんか大丈夫ですかそっちの方に問題があるかいやもうねはあ、はあはあはあはははハはハはじゃなくて <laughs> いやもうゆっくり喉休めましょうよ ンンチタ温水で人を呼び込む程度の能力て定期かそれでも,でも嬉しかったですよ私はありがとうございます視聴者数増えたんで <laughs> 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 でもね私もうレベルアップしてるとねほんとに上がんないですもんなかなかだって3000分ってないんです3000分って <laughs> 3000円分って何 <laughs> 無理やから <laughs> 寝れないわ寝れないみんあ仕事休みああいいっすね いいっす、ね、ほんと仕事休みいいよと明日明日から仕事だわ <laughs>、うん、あっえこうちゃん初見でしたっけあ初見さんいらっしゃいえっ朝さん何,何3000分の初心者なんでやねんウエタミュージックああ TV、oh, yeah. なんだこれ <laughs> 一応初見ですねあ初見だっけ <laughs> 校長初見だっけなんかなんかね、うん、やってる割にはあれかなと思ったんやけど初,初見かあそうなんですねまあ多分これ静かになってるってことは <laughs> あれでしょうけど <laughs> オスすスすウワタだよ親がびっくりくりああなるほど了解です あ、キン風か。俺、キンあんまり見ないんだよな。<laughs> ヒカキンも見ないけど。<laughs> あ、じゃあ、ミュートにしてる感じね。明日、職場のリーダー会つい、ついに、それ、それ、それこそ重大会議じゃないですか、彼女とさん。だってもう人を、もう何人も辞めているわけでしょ。そもそも YouTube の動画見ない人ですわ。うーん。YouTube の動画見ましょう。いろんな動画、見ましょう。えうん。 え、落ちます、コメントだけで。あ、了解です。じゃあ、比較金あんまり好きじゃないあの。私もあんまり好きじゃないですね。<laughs> でもね、あの、商品動画とかやってるんで、うん、あんまり見ないようにはしてるんですよ。ほら、パクったらえやとか、同じような系統のもやってるたりするんで、あんまり見ないようにはしてますけど。うん。あ、優さん、花火ありがとうございます。明日休み、ふう <laughs> なんか、運動会でもやってたんですか今日。 商品動画とかあんまり見ませんね。ああ、なるほどね。うん。ってか、見なさいよ <laughs> まあ、見たら買っちゃうからな。うん。難しいところではあるけど。うん。うやしプぷるぷるぷるこい。ブルブル <laughs> ああ、ドンマイです。<laughs> よかったね、昨日じゃなくて。うん。よかったねと思うけど。えっ、ー、とね。 でね、一応ねんだっけ夕方だからいいんです <laughs> 夕方ねコラボを開始しませんでしただからコラボ詐欺やめなさいって <laughs> 上田さんって商品紹介してるんですか <laughs> おい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  <laughs> 何を言い出すんだよ大統さんもおかしいなぁいや商品紹介してるしてますけど何か 文句でも…文句でもあるんですかね岩田さんってどんな商品紹介してるんですか <laughs> あ、一っさんはいお,お茶ありがとうございますお休みですありがとうございます何な,なんですかこれいつも楽しい商品紹介ありがとういひ <laughs> あ、ありがとうございます <laughs> いや、どこでしてるんですかって今キャスしてるどこでやってるわ <laughs> とひどいわ どんな商品紹介っていや商品見たらわかるでしょ？どんな商品紹介が好きですか？いや見たらわかるでしょ。今日の商品はこちらブル,ルルルチュルン、雪見、大福イエーイえなんすか？これ真面目に答えるやつ好き。うん、ちょっと考えようかな。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。また台本です。まあ、よろしくお願いします。今日はこのねぶたかのえーとねぶたの屋台を紹介し。し したんでしょう。わかる。なんでこれ <laughs>？チャンネル登録者数70人超えいやとっくり超えてる中で、ね、<laughs> 70人当分に超えてます。超えてます。こうて、ね、もうなんかたかさんに言われると家族嫌味に聞こえてくるのやな。噛み噛みやんけ <laughs>。うん。そう、神々なのね。パパパパーはい。クラッカーありがとうございます。 ね、あんまりねい言い続けると疲れて <laughs> もう酒飲みながらキャスやってるからね普通に。うんチャンネル登録者数5人超えてたんですねオめでとト何がおあと30人で岩たさんが YouTuber <laughs> あの三十その30人が難しいんやけどねその30人が結構難しいかなストレス発散したいうよいどれさん いや私あの言っときますけど全然今日お酒飲んでないんでお酒飲みたいんですけどお酒がないんで困ってるんですけど、うん、え商品紹介の名前の由来は何ですかえー、商品紹介の名前の由来っていうのですねうん,なんうかちょっと前までどんぐりのせク比べだったり本当だよねスマブラ中要って本当怖いよね ちょっと200人は早い行きましょう。ほんと、シーさんね、スマブラ事業がね、ほんとにないよね。本当に、あの、スマブラ事業ってほんとにね、素晴らしいよ。本当に。あの、私の商品動画にね、スマブラっていう文字はない。<laughs> あの商品、商品紹介の動画にね、あの、あのスマブラっていう文字はないね。うん。うん、それは思うわ。あ、は、まあ、い,い、ありがとうございます。 俺も PC とチャプチョボ買おうかな。うん、チャープボね。うん、チャープボ買いたいね。岩田さんのモノマネ動画で伸ばしましょう。いや、無理です。無理です。えうん。あー、でもそうだ。一回、あれだ。ワンワンって言って、あの、<laughs> あ、あのね、商品動画で最後に私がワンワンって言ったんですよ。それが、その、あの、<laughs> 商品動画だけなぜかあれだえー、っとね YouTube で翻訳されてた <laughs> 翻訳されてたよ <laughs> ご苦労様でって言いたかったほんとにだからねちょっとやめようかなとあ握手ありがとうございますうんななんでこの動画だけあの翻訳されてるんやと思ったら通訳うん あの俺が最後にワンワンって言ったやつがそそワンワンって言ったやつが翻訳されてや <laughs> おいえー、えこの,この動画え翻訳するやつじゃないんだけどなそうワンワンいやいやいやと200人はまだ行きたくないいやいやいや行きましょう高修さん <laughs> 行,き行きたくないってわけわからん <laughs> 行きたくないの意味がよくわからん 行きましょうよ行きもうもうそう行きましょうよポイントなくなったああうん、いやーなんとうもう無理しないでくださいようん、うん、あそろそろ落ちますあ今度上がってみようかなと思いますうん トナカイさんとはねあのねまたラジオでコラボしてね <laughs> あのやりましょうお疲れ様でしたでインドピさんはおハピーですはいこんばんはですワンワン翻訳後にゃ <laughs> 翻訳後にゃ <laughs> そんなことないわ <laughs> そんなことないわ <laughs> 頑張るの嫌だそういえば上田さんって診断的にはまったの何でそれ診断系にはまったんで どういうことや診断系あアプリメーカーかないらっしゃいませいらっしゃいませワンワンだよ本日も犬ですうんちょっと残念だなちょっと違うなまんまにゃーうん残念やな本日も犬ですとこはちょっと残念やなもっとそこをちょっと落ち着いていただければもっと嬉しいな ピー声が明日枯れそうガラガラガラヘビがやってくるお腹をすくせてやってくるああ懐かしい。にゃんとにゃん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  ねにゃ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 ャニ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  はいいらっしゃいませいらっしゃいませワンワンだよ本日も犬らしくよろしくお願いしますうんなんかこれも違うなあ大丈夫ですマンチタンさん,さん私はえーとね30人くらいブロックしましたよ <laughs> 30人ブロックしましたよ私は30人ブロックしましたよだからフォロワー数300人割ったっちゅね <laughs> 30人くらいフォローブロックしてるわ びっくりするぐらいの数になだったわ本当に注文の多いわタて <laughs> あ,あの注文の多い料理店じゃないしドラえもんと言ったら青い青いと言ったらマンチタン <laughs> 恋がいいやつだからなんだこのコメントは補足される <laughs> 自分何人くらいブロックしたから おお分かんないくらいブロックしますよ髪かうん犬らしくそう、うん、犬らしくねいややっぱ注文の料理注文が多いねうわた店いいねもうコメントをツッコみまくるというね <laughs> だって大体さもうコラボや これコラボっていうかもう実況してる人が突っ込まれるパターンが多いからねコメントに突っ込みまくるというのもねたまにはカビッと言ったらベーッたらあいつはカメラに誰誰えー、まあするにしといてください <laughs>、うん、さすがネタの塊突っ込み芸人でも あるのねなんなんですかロックした人はいないあそう確かに自分の好きな色はライトブルーですねライトブルーだけどもう,もうブルーはもうたくさんだ俺もうブルーはしばらくいいわブルーはいいです俺もブルーはたくさんやもうブルーはたくさんや,さんや本当に いろんな意味でブルはたくさんだ俺ももう青嫌いになりそうだわあれはん俺も青嫌いになりそうだわあかんわあれはほ本当にもうあれは青嫌いになるわ考えまだなブルー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 ルールーブ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 ルー えーと千と千尋ネタで遊んでいた時の HP 回復するならっていうネタわかりましたが何ですかわ <laughs> かんないですブルーベリーアイとか嫌いにな <laughs> っちゃうのんでやねん <laughs> ブロックした人おるけどされた人もいますああそうですね青好きですうんいや色はね色は <laughs> さっきポケモン GO でブルーをゲットした <laughs> あーもうだからブルー嫌いになるって言ってる、ね、嫌いやって言ってるの、ね、ブルー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 ばっかりなんだこのギャスうんブルーといえばマリーカ殴ってくれな殴,殴ってもいい殴るぞ、うん、殴ってもいいねブルーネタをしようとしてすみませんでしたあれえ ランンさんなんかブルーネタしてたっけあ、ブルーベリーアイか。ブルーベリーアイはね、美味しいですよね。うん。てかね、ランランさんだっけ、なんてアプ,リアプリメントや。あ、アプリメントね、サプリメントや。<laughs> サプリメントや。ランランさんってそんなあのサプリも必要なお年でしたっけ <laughs>、うん、あの、メリー、あの、ブルーベリーアイがね。うん、えっ、ー、と、ブルーの試乗に成功し、ニーブルーを獲得しました。いらねー いいだねいいらね,ーいいらねーよべよったやっていいだねーうんいらないな <laughs> 一人だけサプリメントの場違いしてすいませんでしたいやーいいじゃんあっかなべさんあ落ちますかはいわかりましたお疲れ様でしたありがとうございましたはい前村さん 何あって。とした <laughs> うん。っていうかねい、なんでこんな16万もあるんだ <laughs> びっくりするんですけどね。よかっ、<laughs> まあ、ああの、え、ドラマ、コードブルーの視聴に成功し、上田さんのコマエルがマンチタンに <laughs> いや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 、なんでやね。<laughs> おかしいでしょうが、おかしいでしょうか おかしいでしょう。なんで嫌ね。なんで俺取られるっちゃね。<laughs> おかしいでしょうよ、うん。足しびれて立ってません。いや、あかんがな。スライム難しい。うん、ス,スライムな、な、何をやってるんですか一体。ハンドリク。人気。いや、人気っていう,いうのもね、また問題で、ね。岩田さん。 自分何とか温水してましたが気づいてましたかあのねちょっと待ってね温水、ね、何個かはね温水してるの分からんやけど高州さんの温水がねちょっと分かんない <laughs> マンチタンさんのね温水はよくわかるんやけどああしてるな <laughs> してるしてるああその後知ってたのか温水していいの温水めんどくさいからやらないあ めんどくさいからやらない,や,らない、うん、やめよう <laughs> やめようやめよう似てへんかな似てへんな <laughs> 考えもんだなうんあ落ちますはい本当に寝るんですか落ちますってマイクラでスライム作り始めたあそうなんですね 内田、まま、さん本当にね落ちるんですかね落ちるだけじゃないですかほ <laughs>、うんとにおやすみなさいって言ったのにどっかに居座るじゃないですか何かそんな気がする、うん、昨日はありますからね本当わかんないっすよっ何があるかわかんないのが えー、布団からもグリーン。<laughs> あ、モグリーンね。えー、すごい虫の音が聞こえる。うん、ランナンさん、それは多分ランナンさんだけですね。ドット絵的な、あれ違う。いやいや違うでしょうね。スライムは違うでしょう。<laughs> ドット絵的だって、それ、リュウさんや。<laughs> リュウさんや、それ、ドット絵は、うんあの。ドット絵もまた素晴らしいですもんね。うん。あれそう。 建築建築なんかすごいなあ絵描けるようになりたいもうすごいっすね描いてマジケロ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 みたいな恋してしてる気がするんですけどケロ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 ケ似てないな統計しかできませんドットへ進行中すごいっすねいやドット絵 <laughs> あ,あすいませんすいませんねあ,あのトイトイさんトイトイさんあかん <laughs> うんえー、っとマンチタンさん明日かさすがに落ちるんじゃね明日学校あるから多分いや学校あるからって言ってねあれですよ大型トットイのペホッタ第2弾 <laughs> 私は聞,聞いていますよ

あーなるほどねあもしかして私のあれか後ろで聞こえてるやつかああなるほどね観覧数減ってないからまたコメントしそうだ <laughs> あでも若干数減ってるからねどうだろううんあの明かして言わないでくださいねあの十分コメントを延長しますからね <laughs>、はあ うんまあ一応,一応これ多分1時までやるんでうんあのもう予定通りですけど <laughs> これ以上投げられても困りますけどねいやもうなよかったレベルアップしてよかったほんと「時報のためにだけいい説いやいやもう12時たってるじゃないですか時報 <laughs> もクソももう12時じゃないですか明日やだよ休みたい汗汗うふうああ いやー分からんよこれもしかしたらいるかもしれないよねうんまあ明日っていうかもう今日でしょうねさすがに <laughs> <laughs> うんそうそうそういえ日に近寄った昨日自分のためにも食っていたから今回もだと思ってたのに違ったのかねどういうこと <laughs> こ,れこれ何の声や自分町さんのおかげでレベルがたくさん上がりましたああそうね眠くね <laughs> 課題にしたいことあるのにうん頑張っておくれ <laughs> 頑張っておくれ うん、で眠くね、もう寝ましょうって言っても、もうマイクラでやる感じか。うん、すごうっ、ん、すね。<laughs> マイクラ、今してないあ、してないんですね。もうね、何もしてないからね。<laughs> もう退屈なんやけど。 あ若干減ってきましたねうんあちょっとツイキャスが落ちたあそうなんですか一緒いいですよいや若干数今減ったんで多分 <laughs> あれかなと思ってうんと、ね、今日はねあれですよ花畑牧場に行ったりとかね明日昼間に眠くなったらどうしよういや寝てください寝てください 私席に取りませんからそれを寝てくださいよ明日のために行っていますおやすみなさいまたこれだら来ますあの一応一時までやってますけどこなく来ないでいただいた方が一番あのいいんですけどまああの寝てください出てください花畑を置くちゃんいやあれですよすごいよなんて寝てきゃダメねいやいや寝てもいい 寝て寝てくださいって意味だってね寝,寝れない方は聞いていただければ1時までは付き合いますよ <laughs> ワクワクいやいやあれですよあのさっき20時に開けたあのチョコミントタルトかだってさチョコミントタルトを花畑牧場が作ったんやで、ね、あれすごくないですか休みでおととい楽しかったですまた楽しいことしたいんで <laughs> なるそうですね今回ネオチキャスト ネオチキャスト前回と同じようにえネオチキャストって何や <laughs> ネオチキャストなら分かるけどネオチキャストって何はい今回はネオチキャストです。はい本日もよろしくお願いします <laughs>。何ネオチキャストって <laughs> チョコミントン <laughs>。花畑牧場に関心がなさすぎて <laughs> 本当よね。いやーでももう ローソンって言ったらもう花畑牧場のね商品がもうたまに置いてるって感じがあってねうんではこれは外れないですよ <laughs> もう2週に昨日あげてるんで、うん、もし見ていただけたらなと思いますうん慣例にキャスが途切れてテッドが見えなかったあそうなんですね <laughs> うん、うん、そう今度ね チョコミントタルトっていうのはねよくよく花の畑牧場でミントっていうのを出したなと思う最近もうチョコミントがねすごい多いこれでもかこれでもかっていうくらいチョコミントが多くてチョコミントとあと塩なんちゃら系がすごい多くて <laughs> 大変困ってる <laughs> 大変まあ夏やからね、うん、しょうがないね もうそれに6月になったらあのワールドカップも入ってくるんで昨日も言ったと思うんですけどなんか世界のさあのもう美味しい食べ物大集合みたいなそんな感じのやったりとかねあるんでね結構大変ですよ <laughs>、うん、だから一応スポーツ観戦にあのこれこういうのおすすめですよみたいな ワールドカップとか興味わかないでしょ、うん、そうそうそう私も興味わかないですよだからあの世界のあの食べ物大集合ペアですみたいな <laughs> ねあのブラジルみたいにミントはきた見さんとかいやそんなことないでしょ <laughs> そんなことはないでしょ <laughs> そんなそんなに安くないでしょ北見さんのミント <laughs> うん ワールドカップはねね興味がないんですよ、ね <laughs> うん、どうなんでしょうねワールドカップのとこねもう世界のなんとかフェアとかってやるから。 うんあるんでね、また難しいところではあるけど <laughs>、うん、もうこれ,これたださ皆さんコイン投げてあの寝,寝た感じかな <laughs> コメントが思いつかね <laughs> そうそうそう,そうコメントがね思い浮かばないわなうんコメント思い浮かばない ああうんわかるわかるあアームズなか上さんの診断メーカー見てニヤニヤしてます <laughs> ここにいるぞあみミんンさんあみミんンさんいたのミんンミョンマヨですコメント <laughs> コメントっていう名のコメントありがとうございますまた難しいえっ、ー、と上田さんペルソナ知らなかったか

そっかだってありえないような計測結果が出たら歯とかまぶてっ食らったような顔してましたもんどういうことやんどういうことやんどういうことやんだってあり,えんありえないような計測結果ってないよねだだってあの声の音質とかさ計測かあれ見てさ なんで俺の,俺のさ、あれがさハートマークになるねんやあれやあれもおかしいな話やね本当にあのアプリメーカーでこ,これのどこがアームスやねんアームスはこれん ?ASFR ってなんだっけペレ,ペレソナじゃないよねなんだっけもう知らねえもうアームスとさすっげえごっちゃになってんねん やべえなも,うもういろんなゲームやってるから役所役所だけだと分かんねい <laughs> 分かんてもう <laughs> やべえな勉強不足というかどんだけゲームで興味ねえやっていう感じうんそうやなうん今商品紹介の意味わかんないんだよな <laughs> ペルソナは自分たちが学生の頃のソフトですよああそうそうなの私もゲームしないからあんまり興味ないでしょああそうなんだペルソナ知らーないなん ?ASMR はゲームじゃない何 <laughs> ですかねその前に ASMR ってもう分かんねえ <laughs> 音楽や、メッセージ、本当か。本当か、音楽がい何がメ名水になんかもよくわかんない。な本当、わからないわね。<laughs> 音楽か、どこ。 私もゲームに、ね、しないから興味ないわかんないわね <laughs> うん、うん、いわば音フェチやな音フェチかいいや知あんわそんなコメントんコメントパパパパパパ,パ、うん、<laughs> あのコメントプレゼントされても困るんやけどなコメは <laughs> ああそう話題をね作んなきゃいけないんだけど、ね、今もうさアベ e t v で人狼ゲーム見てたらさもうコメント止まるんだよな俺な <laughs> 人狼あアベマの人狼を見てるという話題製造機頑張ってください応援してます <laughs> いや話題ねえからもうしょうがねえな72のあのアベバ t v でも見てるかな <laughs> 7人で人狼ゲームやってるしな <laughs> あーこの人とこの人人狼7がって思いながら見てた <laughs> すごいなと思いながらね見てたりもするけど、うん、何をプレゼントすればいいのかえ何を誰にプレゼントですかあそういえば一慶さん寝たんですよねうんはさんはオオカメさんなんですか えー、あの犬です <laughs> わんわん。犬です。はい、犬です。<laughs> 私は犬です。オオカミじゃないです。犬です。犬です、うん。そういえばあれ、一慶ケさん一慶ケさんのあれかなプレゼントワンワン。ワンワン。<laughs> わんわん もう一計三プレゼントはね、あ、どうもどうも、はい、ケイトさん、こんばんはです。あれ、スプライやってませんでした。どんだけ。いやいや。なんでそこで無茶ぶりする。無 <laughs> 茶ぶり。イェーイ、イェーイ、無茶ぶり、イェーイ。イェーイ、無茶ぶり。終わりました。はい、こんばんはです。はい、パンカンナです。スプラ、お疲れ様でした。 ていうか、竜さん400ポイントも投げてくださったのかな、累計。ありがとうございます。本当、に、あこれでサポーター94人まで増えましたよ。まあ、今回あくまであの、ね、7000ツイート記念っていうのもありますけどね。<laughs> 来週にはまた別のキャスができるかな。<laughs> これは多分。<laughs> 多分そうですね、できますね。これ、ツイッターアカウント連携ってした方がいいのかなぁ。難しい。 気になあな連携した方がいいどこれ <laughs> うーんこれついてそう連携した方がいいのかなふと思うんやけどな上田さんがモデの仕事を初めてした記念枠ありますよねえっ何の枠や <laughs> 上田さんがモデの仕事を初めてした記念枠ありますよねって何それそのうち追い抜かれますねって 何の話や <laughs> な、何の話や一体。ツイッターの連携ですかいや、あの、ツイッターじゃなくて、YouTube とツイキャスの連携。うん。これちょっと連携するか。連携するか。落ちます。あ、高純さん。はい、お疲れ様でした。ツイート数。抜かれないでしょさすがに。さすがに無理だわ。 してもい,い,と思いますよ僕はしてます。ああ、うん。そうね。一応ね、いろいろと慎重的にあのどうしてもあの、Facebook だけは連携させられないんですよ。<laughs> 連携するともう、もう、を踏むんで、そう、Facebook とはちょっと連携ができないんですけど、うん、これで、うん、連携したんで大丈夫ですね。これ、連携するとなんかあるのかな 本名です、ね、そうそうあっニノピさんもお休みです <laughs> うんみたいですね一時不可能です11っていや無理っしょ無理っていうか俺多分さ追い抜かれる追いつくのも無理やよ多分 猪木、うん、さんお疲れ様ですだってだって74007043しかつぶやいてないんやでまあアクさん寝るのみんな寝るんだねまあしょうがないけどねこの時間にやってる私が悪いけど <laughs> 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 うん1ヶ月に1回ツイート全消ししてる私は一向に増えないああそうなの1ヶ月に1回全ツイ,ツイート全消ししてんの あ,あすごいねうーんいやツイートした思い出とか何もないの <laughs> 思い出とか何もないのよねうんでもめどくさいなそれうんだってツイート消すくらいだったらもっと違うところに時間割くもんなうんと思うなってか高橋さんどんだけさ音痴してんね <laughs> 別に音追してもええけど <laughs>。あの、皆さん、あの、音追はもう、穏便にね。うん。えー、ツイートネタが掘り出されたら大変なああ私は、えー、読書履歴を消した。はああれ、何月にあの読書を、何の本を読みましたってやつかあ。消してるんだ、皆さんね。うん。一応私、基本、 あの変な誤字ツイートしてる以外は消してないなうん、うん、基本は消さないようにはしてるなうん消す時間がもったいないかなと思ってるからうんツイートとかしたことないですわにこれでこ <laughs> ああそうですかうんはい5時ツイートとからもう何ツイートとかよくわかんないからでしょ 本当にこっちツイートとか何ツイートとかいうのもよう分からん <laughs> うん飯しツイートもないですねいいねメシテルツイートもないないいわほんと飯してるツイートもないんだったらね全然 <laughs> うん近況報告ツイートもないです 一体何のツイートしてるんですかランランさんは一体ランランさん一体何のツイートしてるんですか逆に気になるわ逆にランランさん何のツイートして8408い,いや絶対に抜かれないですって私が7043でしょ抜,か抜くわけないじゃん1400も差あるって1400も差はね抜かれないってうん 1400はさすすがになななかかいですよ私がいろんな人にどんだけ絡ま,絡まないといけないなってくらいないですよ。一応ね出すの忘れてた うん、だからねなかなかね難しいんですよねん何何があるか分かりませんいやーでもほとんどな何があるか分かんないとはいえさああ間違ったうん これだ、まあ OK、何かあるかわかんないよって言って1400の差はね本当になかなか埋めれないっすってうん、うん、だってさもうかなたさんがリーダー会議で何が起こ,起こったか分からなくなってもわかんないですよ私が全くつぶやかなる可能性いやそしたらもう基礎屋のキ気のちもないわ。 競いい合うの問題じゃないよそれ、うん、でもそれをつぶやかないっていうことはもう一軒さんのもでもやめちゃうっていうような感じになっちゃうからそれはさすがにないでしょう。ねね一軒さん寝たよね寝たのかななんか一軒さんになんかプレゼントするんですか もう誕生日が近いじゃないですか、一桂さんの。で、ね、一桂さんになんかプレゼントでもするんですか、主に。そろそろ一桂さんのね、誕生日も近いじゃないですか。6月の、いつだっけ。なんか、かなつさんがね、ツイートしてないけどな。もう下の方に行っちゃったんだよね <laughs> もうではやめません。うんでしょう。 モペはやめないんであれば、たぶんツイート消えることないと思うな。うん、21、あ、6月21日か。えー、ということは水曜日か。水曜日か、うん。何か、あれですか、プレゼントとは送るんですかも,もう今のうちに何か考えておくとか、考えておいてないですかなんか なんかプレス一慶さんになんかプレゼントなんか計画とかひそかにやってるんですかそろそろもう計画立てないともう間に合わない時期ではないかとお祝い,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 いお祝すお祝いお祝いお祝いんかお祝いとかねなんかねあの昨年の十二月のなんとかなんとかなんとかさんみたいなああいうお祝いしないですか <laughs> うん なんかあの皆さんでねコメント集めてはいみたいなあサポーターランキングサインの座もらってい,いっていいですかあどうぞ <laughs> どうぞまず住所知らないああ住所えあれしょあの <laughs> あコンティニーコインはいありがとうございますコンティニーコインありがとうございますあコンティニーコインはいありがとうございますえこれでサインなの コンティニーコイン。はい、ありがとうございます。うん、コンティニーコインだ。だから、ちょっと。いや、いや、いいんですけど、いいんですけど。いや、コイン、あの、コインじゃなくてもいいですよ。コインじゃなくてもいいですよ。コインじゃなくてもいいですよ。あの、うん、あのお、お茶でもええんやで。お茶でもええんやで。 ダメです延長のためですいやいや一時で終わるんですけど一 <laughs> 時に終わるんですけどねおかしいなおかしいな一時でに終わるんだけどな何本 <laughs> 投げたんじゃん欲しいのは聞くけど <laughs> うんそう欲しいものは聞くけどね4枚投げたのかうん 1>, 1位がもう、y o さんがね、いきなりもう400ポイントも負けてくださったし、コインじゃなくても良いっていうふうに。<laughs> いや、コイン、コインじゃなければいい、コインじゃなければもう、いや、だって延長しなきゃいけないし、キャス、ねえ、<laughs> やんなきゃいけないし、一応もう1時までやるけど、お茶、あ,ありがとうございますって、別あか、別あか、8位の赤かやん、8位のか。 お茶ありがとうお茶くでもええんやで <laughs> あお茶ありがとううんそうそうそう <laughs> お茶にかと <laughs> こ,これ設定で音読とかしてたら多分あかんやつや <laughs> お茶ばかりやんお茶ばく <laughs> お茶ばくってあるやんお茶ばくってあるやん ったやん <laughs> はいお疲れ様でした。<laughs> やる結構ですけど <laughs> 多くでいやお茶ばくでええやんなんでなんでなんでお茶お茶,お茶お茶ばっかりやんお茶ばっかりやん本んとに <laughs> ああ定期無視爆笑中いやいやいやもう今これヘッドホンしてるから皆さん聞こえてないのか 私あのお読み上げンにしてランラン支部長さんお茶ランラン支部長さんお茶ランブン支部,支部長さんお茶だってミスっちゃった <laughs> そうすああもう疲れて笑っちゃったよもう小さく聞こえてもああやっぱりちょっとあれなんだイヤホンヘッドホン外さなきゃいけないのか <laughs> だってそんな聞いてたら笑,笑って言うしかないじゃんあんなもう笑うしかないじゃん うーん,んとあーじゃあ分かったじゃあその読み上げの時はあれかオンにしたほうがいいんだなっていうか別にヘッドホンする必要ねえんだよなよく思ったらねうんこれよく思ったらそう27もお茶か <laughs> いやいやいやお茶泊でええやん何てなお茶泊でお茶泊の必要ないやん うん、はあそっかよく思ったらこれヘッドホンしてる必要ないんだよねコラボじゃないない限りはねうん <laughs> コラボいや,いやさっきもほらコラボやってたからでしょ、うん、あちなみに言うと今回のでポイント使い切りましたのでレベルアップしておいてくださいよろしくお願いしますコラボ あの無理です無理ですランナンさん無理です100%無理です <laughs> 私あのどのくらいあの <laughs> やんなきゃいけないなっていうレベルですから <laughs> やめてください <laughs> ちょっと待ってくださいえー、ということはあでもうん、うん、ランナンさんが230ポイントかで でお茶を投げてあのラッキーのな南ん支部長さんが170ポイントか、うん、ふんふんあと1時間半赤字あそっかそっかコラボ無理かあのコラボ上がってもいいんですえい,いんですよコラボいいんですえヘッドホンありますからすぐに用意することもできますええですあでもまあ一応生存確認だけするか一応 のくるくる多分皆さん寝てるからか起きてるはい起きてるっていう方は「はいで」ではい起きてないっていう方は「いい家ではいどうぞ <laughs> ど,どんなどんなアンケートやこれで「いい家をしてたら俺どういうシステムやと思う 生存確認 <laughs> そうそうだって一応6人いるけど6人みんないるとは確認なんだかけられないじゃん <laughs> はいが一人んだこれ <laughs> え投票ボタンを押そうとしたら消えた <laughs> いやそれぞれだけどこれはいはいが一人じゃあかんや <laughs> 押せなかったじゃあもう一回いくかはいもう一回いきますよはいどうぞ あ,押せたあよかった私はね主なんで押せないんですようんそうなんでね皆さん是非ね押してくださいえまたきうっうそ変なとこ押してるんじゃないですかあえ嘘うそ <laughs> はいはい <laughs> はいが25%いいが75%なんだこれ <laughs> い,いいですけど えランロンさん、何にええね、ね、何消えるのおかしいな。3度目は正直聞きました。いや、3度目。あのね、あじゃ質問変えよう、質問。再挑戦。いや、質問変えよう、ちょっと、ちょっと待って、質問変える。ちょっとね、質問変えるじゃあ。 頑張って。上田さんのこと好き Yes or u n o n はい、どうぞ。さあ、7人も見てますからね。さあ、3度目の正直どうでしょうか。このアンケート、アンケート機能は,はいといいが出ますんで、はい、or、いいえ、ぜひね、あの、押していただければと思います。こういう質問はね、もしかしたらあの、あの、いいを押すためにこうやったらね、多分ね、今度は行くでしょう これ家に <laughs> ちゃんだよねそうだよねなんかそんな気がする <laughs> みんなネタぶりとしていい絵だよな <laughs> 回答者がね徐々に増えていく <laughs> そう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 7 <laughs> 人いるから <laughs> いや多分ねこういうものはね多分ね増えて <laughs> 答えるんだろうな <laughs> みたいな感じになってく <laughs> 素直に入れちゃった <laughs> あかなさんだけですよ本当にありがとうございます <laughs> うん <laughs> いや素直に <laughs> うん、ちゃんとこういうのはね増えていくんだよ。うんいや、多分ね、こういうのはね、多分、うん。多分ね、ちゃんとね、入れてくるのもね。ちょっとこれ消そう。消そうも。悲しくなってくるから、俺。消そう。うん そっか、これ。あ,あ、そっか,か、そっか。持ち制限あるもんね。いやいや、そんな、あの、そんな、次の質問に来て。もう、素直に言ってください。すいませんけど。<laughs> はい。ねぶた、言ったことある ?Yes or no?、うん、今度はちょっとシンプルに、素直で言ってください、皆さん。素直で言ってくださいよ。うん、あ 素直に言ってくださいよ。うん、青森のねぶた、行ったことがある ?Yes or no? 消え,消えたあ残念。はいが、えー、25%、家が75%あ、3人ですね。うん、見たことあ,あ,見たことあるんだったら、もういはいですね。うん、あのね、ねぶた会館に行って、あの、行くようなね。祭りには行ってない。あ うんでもこれ「あの割らせ」っていうところでしたからねうんそうそこもねちょっと、ね、じゃあぼボケ考えるか充電切れました <laughs> ああじゃあねちょっとボ,ボケを考えるかこれうんちょっと、ね、じゃあねボケをねちゃんと考えるわけ うんああタイミング <laughs> 多分ね減ると思うんだよな祭りの準備期間でえっ、ー、と外にテント組んで置いてありましたあ,あそうなんですね準備期間ねここの充電は切れました <laughs> あドンマイですうんドンマイですここの充電はもうなんとも言えないですおお えーとごぼう家にあるがえっ、ー、と22家が一人だからタイミング <laughs> 大丈夫ですかんと <laughs> もうあえて言わないスタイルだけねうん <laughs> これ誰がごぼうあるんだっていう話だね うんも,うもう遊んでただけなんだよねこれね一、うん、めかいやいや一名じ,じゃない一名じ,じゃないっすよ一名じ,じゃないっすよ <laughs> じじなすよ <laughs> うーんいやーこれね何人かあるかなあ一めなのか 何がいじめなの何がいじめなのか教えてほしいがもうそれだったらもう金なさんの相談に乗りますよ金なさんをいじめないでかなださんをいじめたことない金なさんをいじめたことない何,何 もうちゃんとねもう朝さんらしいねもうチに点々ですチ <laughs> に点々ですよ <laughs> うんタイミングが悪くてアンケート答えないあ分かったじゃんさ あ間違ったじゃ,じゃあ今言ってくださいタイミングがいい時言ってくださいタイミングいいところであの押していただければうんはいじゃあ <laughs> 上田さんタイミングの悪い アンケットさんを懲らしめないって言ってくれた何すかそれ本当にいやいや他人が悪いってどういうことやろ <laughs> あちゃんとお好なんですね今度はねいやいやそういうことじゃないですからね <laughs> ああ家の方が多かったあ良よかったよかったあ良かった嬉しい上手が悪いはい <laughs> が一人 <laughs> いやあ、これは素直に嬉しい。素直に嬉しいな。てか4人か。うん、うん、うん。てか4人っていうことは、うん、3人は確実に出てるな。3人は確実に出て, <laughs> てるな。うん。まあ、しゃあないけどね。うん、あー、そっか。ランランチちょっと待って。うん、そっか。 そっか、ランナーチプションさんの。あれはそっか。俺サポート入ってないんだ。待って待ってあそっか。レベル1だからやってないもんね。はい、じゃあランナーチプションさんのサブ垢もえっ、ー、とフォローサポーター入りました。<laughs> はい、フォローサプリンロープに終わりました。はい、はい、朝さい。ありがとうございます。 そして、うん。セレンさんも入ってなかったな。セレンさんの方もちょっと入っていこか。あ、でもこれ、あれか。サポーターとフォローと。フォロー入ってるか。あざす。ねえ、こう、大事よ、大事よ。もう寝るようだったら寝ていただいていいですよ。うん。 あの1時に1時に終わりますから <laughs> でも明日やらなきゃいけないからこれ大変なんだけどな1時にやらなきゃいけないね充電復帰すごいすごいなその充電復帰っていうのが恐ろしい <laughs> 充電復帰っていうものが恐ろしいわうん一応これでほぼほぼそうい サポーータになってますねうんそうねほぼこれでそういうサポーターになってますねもうんさん本当にありがううございます。ああサポーターになるかうん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 うーうんううん うん、やだ次のアンケートなんだろうな、うん、分かったな、ね、い分かった分かったあ いやだキャスの礼儀が悪い,これ,ういうこ, <laughs> これどういうことなんやろかこれどういうことなんやろなまあまあまあ、ま、突っ込まずにね誰のだよ <laughs> 私の、ね、だよ上田だよ上田だよはい50%いいえ50%ってか6人も答えてるんかい <laughs> ちょっと過ぎかあ了解です。た <laughs> だよ。た <laughs> だよ。何 <laughs> だこのゅ0しゅ。<laughs> ちなみにどっちに入れたと思いますかわかんねえ、そんな。<laughs> いや、これどうなんだろうなぁ、難しいなぁ。ランナンさんの場合はい、e、いじゃないかなぁ。どうだろう キャスの礼儀が悪い <laughs> い,いいや家えでもないですああはいだったんだあ,ありがとうございます、うん、難しいんだよねあのキャスの礼儀っていうのが <laughs>、うん、難しいんだよねキャスってやってるでしょでも質問の意味が分かんなかったんではいに入れ <laughs> あそういうことね <laughs> そういうことか、うん 意味が分かんないまあまあまあ本当はあれかいいえの方がいいのか <laughs> まあいいんですけどねうんまたあ,あそっか今質問しちゃうと彼女さんが摘発してまたあのなんでの発してるところにまたアンケートするんだみたいなあれなんのか <laughs> だよね起きるよね絶対ねそういうのね起きるよねうん 難しいわね。うん、あれはね。アンケートのタイミングの礼儀。<laughs> そんなことはないと思いますけど <laughs>。そんなことはないと思いますけどね、うん。いや、今の、今ね、アンケートするともうまずいです、ね、みたいな、うん。もう殺されちゃうみたいな。 うん、そうなんだよね殺されちゃうんだよ <laughs> <laughs> うん。っていうのはしやつのチャンネル登録してるとかああ聞くそれそれ聞くカン杯たぶんー <laughs> ねー いやーでもまあ、チャンネル登録も、そも、下手くもないと思うんだけどな。はい、朝さん、お帰りなさいです。あ、マリモさん、こんばんはです。キャスの礼儀と言って。<laughs> 確かに。<laughs> まあ、いろいろとありまして、この話題になったんですけど。うん。私の、えー、チャンネル登録してるかどうか、Yes or No? おーはい、はい、いいえが50%はい、いいえが50%うんはい、あおつながなったあでもランナンさんの場合はいいえでしょ <laughs> ランナンさんの場合いいえでしょいいえいいえ、いいえパパあ、いいじいいじどうしたどうしたのそれはやってみなきゃ分かんないですえーえー、そんなことないっしょ もう,もうでも、まりもさんはね、あれでしょしばらく、ね、キャスやらないでしょうから、やらないですかばんまりです。この前のツイート、リップしてくださったのに、警、え、察、ー、に、えー、改札に消してしまってすいません。あ、また、またかい。もう一回やるじゃん。<laughs> もう一回、じゃあちょっと待ってね、やってみるね。 <laughs> まあ別にこれ同じ質問も,も,もう一回やる必要もねえな私一応ねあのキャスもう毎週日曜日やってるんですけどね <laughs> <laughs> キャスねあんまりね小さいしたくないんですよ <laughs> っていうのもねあのなぜかというとね私の YouTube の,のライブあの商品動画あるんですけど <laughs> その時間帯だけ下ある, <laughs> るねんでだろうなというくらい下がってんだよなうん1うん主催のマリカ大会までキャスやる気ないですね元気になったら早めにやりそうですけどああそうなんですねあカナタさん大丈夫ですか次の質問もう用意してますけど <laughs> キャスしてほしい Yes <laughs> or No みたいなうん もうマリモさんはね、ぜひ、キャスしたらもう人呼べるんで、うん。あぜひ、っやってほしいですね。うん、と思うな。と思うんだよな。いやいやいや,いや、でもそうですよ。キャス。いけるかなキャスしてほしい。イエス one m だってもうだってサポーターがだってもう296人もいるでしょうやっぱりねこうコメントしようとしてたタイミングで出たんですが <laughs> 知りません <laughs> 知りません <laughs> 全員が「はい」でしたあキャスして <laughs> うしみゃんまんまうん私もねあのしばらくキャスやってなかったこともあったんでねうん るけど無理してねでも毎日やる必要はないなと思ってるんですよ。は、う、い、ん、に押したかった。えあ大丈夫ですよ。はいみんなはいやから。キャスネーシさん頑張ってください、ね <laughs> うんみョんママは動画あげてくれてありがとうです。だからね毎日じゃなくていいんじゃないかなと思うんだけどね。うん、毎日やってるからつらくなるんじゃないかなと思うんだけね。うん 一択これこれあくまでもこれマリ,マリモさんにキャス復帰してほしいにするじゃ <laughs> マリモさんに対して、ね、もうどうか聞くじゃもうキャス復帰してほしい。 すごいですね。う <laughs> もう皆さんも、まりもさんとコメントに <laughs>、うん。あれですか、ちょっとやめておきましょう。うん、キャスやる週と YouTube 録画週を作ろうかな。いやいやい <laughs> いいじゃないですか。うん ど,どっちだっけ <laughs> <laughs> えっと読めないんだよねそれあえあうやうこんばんはです <laughs> それね毎回俺読むたびに悩むんだよな <laughs> ミュウミュウだったら読めるんやけど <laughs> そっち読めないんだよな俺つら <laughs> いわ <laughs> こんばんはです <laughs> アーうア,アークくさんだっけ まあ、夜中にね来ていただいてありがとうございます。<laughs> キャスやらずにいると他の人の動画を見ることに気づきました。ああそう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 。他の人のね、キャス動画とか見れるようにはなるんだけどね。うん。だからね、他の人の動画を見て勉強するのか、他の人の、あの、なんて言えばいいんだろうな、こう。 やり方っていうのをこう真似するのか、それとも、あっ、ここはこうなんだから、多分自分のところにこう入れた方がいいのかとか、うん、そういうのもありますしね。うん。結構、もうね、あくまでだんまりを決めてるようなキャストはね <laughs>、うん。あれらしい。うん。難しいですよ。コメント欄で遊んでる。ああ、了解です。大丈夫ですよ。うん。もうさっきから <laughs>。 違ったのでアルセさんでしたっけこんばんはアルセって読むんだけどそれもういつも読めないんだよそれ <laughs>、うん、単純に他の人の交流ですね多分自然とこれやりたいっていうのが見えて出てくるでしょうから考えてないです、うん、まあでもねまあマリカの交流戦まだまだ <laughs> やんないでしょうからあれですけどうん なんと言えばいいんでしょうね。私はあんまりね、そういう事情とかそんな詳しく知ってるわけじゃないんで、何とも言えないんですよね。でも、まず、うん。うん。って感じですね。<laughs> あ、あるせ、あるせ。あるせ、あるせ、あるせ、あ,るせあるせ、うん、読めないんだよな。あるせが読めない。<laughs> あるせが読めない。 いつの間にか敬語は抜けてました <laughs>。あ、ポテチ薄を買おうと思ってたのに塩だったと思いです。あ,あ、ポテチかポテチポテチそうだ。もうポテチ食いながらキャスやればいいのか。でもいいや。散々苦労してるから <laughs>、もういろんなも。いろんな商品動画で今日撮ったからなやめどこ。<laughs> 今の時間のポテチは太るんやな。 切ないっすね。うん。切ないっすね。本当に。ポリポリ音を出す犬は許さん <laughs>。はい、やめます。コン、コンソメ派。わかりました。じゃあね。じゃあ、ポリポリ。音を出せばいいんでしょ コツはチップスまあつれてもえんやで食べる気が <laughs> ないよねそれはね小池屋あーああそっかランランさん小池屋派だっけ一応ねビッツあんね俺の部屋に上田さんから買いましょうなんでやねん <laughs> 届けてください わしおみみょん薄塩のりやないかいトラボンブ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 ンハローユーューだめだな普段はコンソメの方が好きですが今日の気分は薄塩でしたあなるほどねえっとねこれさあのカルビとチップスターバルさん えっとね、ごめん。えっ、ー、とね、いや、えっ、ー、とね、や、やまよか。山吉のクリームソーダ味。山吉のクリームソーダ味。カズビーポテトチップス、えっ、ー、と、愛知の味、手羽先味。 えっとトップバリューベストプライスポテトチップス塩味 <laughs> どうしたらいい <laughs> マニアックばっか <laughs> 本当だよ <laughs> チョコミントください <laughs> あの動画動画であげます <laughs> アイスなんかカルフィーがあったピ <laughs> いいじゃんマニアックな手羽先味 小池屋はね食べてるからね小池屋はうん送ってくださいおいや分かんないから送り先 <laughs> あくまで剣しか知らないから金沢さんのとこは剣しか知らないから 県まで言っちゃいけないでしょ必ずさんの場合リスナーに発送するけど <laughs>、ね、なんでやねんなんでやねんなんでなんでリスナーに発送するねんまだ俺朝さんの方が近いっちゃうね <laughs> 発送するなカルビーととかコイケアとかチップスターとか同じ足でも毎回別の買っちゃいますああすいませんぐるぐる5時になりますいや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 茨城からは LINE で あ,あのゆ言っちゃっていいんですかあえて剣言わなかったんですけどさん。<laughs> あ,あえて剣言わなかったのに <laughs> LINE でかい、うんあっおみょんさんアイ, <laughs> ア,イ<酸> <laughs> アイスがアイスが溶ける溶けるアイス溶けるペロ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  すごいなこれ延長した方がいいのかこれ僕秋田だけどえ旦那さん飽きたなわけないでしょ公表してあ公表してんのねあ県までは OK なんだ OK うん茨城県まだ OK ねうん市までは行ってないでしょ市まではあらららのお客さんからですあちらのお客さんがらですああいいねあこちらのこちら延長は 都内,ですあ都,内都内が一番いいですけどまだ難しいよね、うん。あちゃんのお客様からです。ああしいね。それね。やりたいね。延長ファイル。フ <laughs> 何だんだこのキャストは <laughs>。んだんだ。死はないでしょ。うん いや C は内緒でもうあのアイスは飽きた犬のアイコンした人から覚りすなで C、ね、<laughs> はねでも大体いいってわけじゃないけどあるもうあそこは違うなっていうのが分かったんで <laughs>、うん、まずあそこじゃねえなっていうんだけど分かってますけどうん。 C は言ったらやばいですねほんといやでもね私は C 言ってるんでね <laughs> 私は C 言ってるんでね一応今月なんとか都内都内に出没しますおおどっか遊びに行くんですかね都内にうん C は言ったらやばいですねうんまあでもね C までは別に大丈夫じゃないかなと思うんだけどね <laughs> うん 近いですね。本当は違う人。うん。だいぶ違いますね。たぶん、ランナーさん、たぶんだいぶ違うと思います。あ、でも、腐敗した人ですけど、家の位置をほぼ知ってる人いますね、大阪に。<laughs> 誰 <laughs> 誰ですかそれはね、あかんっすよ、でも。うん、もう家の位置知ってるとね、も、ま、うあかんっすよ、うん。年齢不詳。誰のこと 心はかなり南ですよね <laughs> 心だけなのかな心だけではないかと <laughs> 体はかなり南じゃないですかランランさんは <laughs> かなりランランさん体は心は多分北だと思うんですけど <laughs> ええカナさん年齢不詳なのいや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 ,いやそんなことはないかと <laughs> そんなことはないかと思うんだけどなうーんと思うなそんなことは大事しかもまた8月に大阪行く予定ですから、えー、昨年末から合わせて4回目おおすごいっすねうん教えません 年齢不詳の性別不明の住んでるとこは非公開の人ですえー、えー、年齢はだってあの「うんで」でで住んでるところも「うん」じゃないの <laughs> あれなんか年齢もなんか住んでる県もなんか言ってるような気がしたがあれきのせいやったかな 欲しいなぁ。欲しいなぁ。<laughs> もうこれもう一回延長してもな、もう。もう一時半までですよ、せめて。一 <laughs> 時半になったら、私。もう酒飲んでぐすかぐすか寝ますよ。もう <laughs> うん、はい、どうも、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、よかった、だよ。よろしくお願いしますって言って、へんから <laughs> お酒がないからね。うん、もう寝先じゃないとやってられないというね。延長宣言。関 <laughs> 白宣言みたいなことを言わないとよ。俺はポテチ食べてみます。うわ、ポテチ、ポテチ。お酒持ってくる。ああ、いいね。あたしは商品紹介しないお酒にすればいいのか。<laughs> 商品紹介しない。 お酒を持ってくればい,いのこれだ、ねうん、もうこれで延長ですわお山形のさくらんぼプッチャ取ってくるああなるほどね山形のさくらんぼプッチャン <laughs> ああこれでやっと5枚ですね残り もうねついさっきまであのランクアップしたんですよ、私が。3000時間、3000分の。<laughs> もう、それでもうたくさん投げられてしまったんで、延長祭りですよ。<laughs> 完全なる延長祭りでございます。すいません。うん。コイン、えー、コイン最後、5枚、最後に投げた人。こ <laughs> <laughs> う。も泣いていいっすかランランさん。 もう1時半までですからね。<laughs> 明日は1時間遅番出勤なんで気楽に、えー、よく貸していきます。まあ私も遅番出勤なんで別に問題はないんですけど、問題はないんですけど、うん、って感じですね。おえ60万ありますけど。<laughs> あのあまあの,あの,まあのいい1枚あればいいです1枚あれば <laughs> それかお茶でいいですお茶で邪悪 <laughs> な笑い方やな <laughs> お,お茶かあのコイン1枚であれば <laughs> あ梅酒いいね酒いいなあちょっと待ってじゃあお酒かお酒さじゃあお酒なのか 商品紹介しないお酒にするかじゃんもう古いお酒古いっていうか商品紹介できないお酒にするかじゃんうんお茶まとめてではなく単発で送ると喜びますなんでなんで喜ぶねんあかんちゅねんあ,あなた相当苦労したっちゅうの俺相当苦労したっちゅうねん お茶です。お茶ですって。何回言ったと思って。あ、そうだね。これにするか。来来一来一来一はまだあったね。最近課金しようかな、ね。ああでもね課金はねあんまりするもんじゃないですよね。うん。どうなんですかね。もうくっと悩んだりもするけどね。 さん嬉しいお知らせですよなんでしょうなんか嫌な予感がしますけどあなんか嫌な予感しかしてないですけどねランさんの嬉しいお知らせがねあポイントが今復活しましたいえ結構です結構ですはい間に合っております分かったじゃあね微妙なやつあの お酒も、ね、商品あの紹介しきれなかったやつがあるからねそれちょっと、うんうん、埋もれて埋もれてますねえー、っと「梅かく梅酒カクテル白糖二十歳からのバナナミルク杯」ああまあこれでも紹介しないな <laughs> これにするか これ飲みましょう,うんいいんですよ今月は私さんにコイン毎回に来て <laughs> やめてくれ <laughs> せせめて1枚でいいわ <laughs> まあお茶漠でも全然いいですけど <laughs> 梅酒確定にすんかせっかくかなさんが梅だからねじゃあねえな 10倍だけだぞ。<laughs> ないや、それ。あ、お茶ありがとうございます。いやいやいや1 0杯もいらないですよ。ちょっと待ってちょっと待って。 やるしかないですよね。脱色ゲーマーマリモさんアットマークカナタ07アンダーバー08。どんなに使っても1ヶ月5000円の1回だけ使わないなら2ヶ月3ヶ月に1回だけでも良いやって決めてますね。だんだん支部長さん、お茶だんだん支部長さん、だんだん支部長さん、お茶だんだん支部長だんだん支部長さん。お茶 しぶちょ支部長だんしぶ支部長さん。お茶ゃ。なんだんしぶちょう。んだんさん。お茶脱色ゲーマーまりもさん。コイン投げられたらやるしか。言ってたら消費枠なのに増えていく不思議なんだんしぶちさん。お茶ゃ。なんだんしぶちそう頼もでアットマーク8分の8ともの回参戦さん。アットマークマリモなヘッドわかりました。イコールオメガイコール。 支部長さんお茶ナんだん支部長さんお茶ナんだん支部長お茶朝さんだんだんさんが止まらない W <laughs> やっと止まった <laughs> やっと止まった <laughs> はい今、はい、これで止まりました <laughs> 止めましたよ, <laughs> したよ <laughs> 投げ切りました <laughs> いや<ー>ね <laughs> なんでこ なんでランさがあお茶投げた時だっけ俺音読オンにしなきゃいけないねんこれ分か <laughs> からんわ分 <laughs> からんわ <laughs> もう休憩時間にはなるけど分 <laughs> かからんわ, <laughs> わ,らんわ <laughs> うん、うん、お,お,お疲れお茶お疲れ様です <laughs> 今すげえめっちゃ甘いお酒飲んでるわこれ。 20歳からのバナ,ナミルク、はい、<laughs> 毎回上田さんにコイン5枚投げてもしばらくは持ちますよ。あと僕は使うならどうしても枠を続けてほしいとかコラをしゃいて操作めんどくさそうだなというと急に泣けてます。ああんでやねん。<laughs> ああい,いいですよねそういう時ね。うん お茶37も来てますやんすげえってランランさんがほとんどやん <laughs> ランランさんほとんどや <laughs> ほぼランランさんや <laughs> ほぼランランさんや <laughs> ほぼランランさんやこれ <laughs> あでもまあそうだな、ね、一応1時半までやな今日はな <laughs> うん俺も年取ったな <laughs> うんもうちゃんと皆さん寝てるよね <laughs> うんなので上田さんには面倒面倒くさそうん面,面倒そうなんで9枚ずつ何日くれればよさげですね <laughs> いやまあいいですよいいですよ <laughs> ただコインって3日しか持たないからなそこなんだよな 私もねいつキャスするか本当にもういつやるんだって話になっちゃうしなうん <laughs> もうピ,ピッカーさん同時人物じゃねえかこれ <laughs> もう <laughs> やめておくれ2人とも同時にもうアカウント名で悩んでますって とおじ2人じゃねえよこれもうサブ,サブアカとサブアカとさもうで3票入ってるやんこれキャスやって20もあるし明日休みだから延長するかーって言ってたらやってる途中でコイン消えま,消えましたよ <laughs> なるほどえっ、ー、と3日しか持たないもの1時間もやらない人に投げるのはどうしたらいいんでしょうか <laughs> ええいいんじゃないですか1枚投げただけもええやん <laughs> あくまで朝さんに声投げましたよっていううんサポーターの投げたポイントランキング10位に入りていや結構大変ですよ、うん、まさかほぼ3日間キャスを落としたと思っていなかったからびっくりしました、うん、3日間キャストとしたと思ってなかったんですねでもね あのサポーターって結構ね、あの、押し押しここっていうところにもう入れないと上位になるっていうのは結構難しい。うん。私の場合はそんなに惜しいとはいないけど、でもねあの、ポイント持ってる人が強いね、やっぱ私の方も。うん。例えばもう、今もう、加減してるのかな、うさんとか400ポイント入ってるから、ボーンと入ってるし、トイトイさんは、 確か課金してないはずなんだけど350ポイントポンと課金してるしね入れてるしね結構すごいっすよねでもあのランランさんの場合はあの2つのアカウント入ればトップ <laughs> ジョイ目指しますうんそれはどういう意味のジョイかな仕事が変わって帰宅が遅くなってから自分でやるばかりではなく誰かのところに見に行ってますからねいやでもねその方がいいですよマリモさんうん 自分でやっててもね、あの、周りからの配信してるけども、<laughs> やっぱりね、たまにはね、他の配信とか見ててね、愚痴言いたいときは愚痴言った方がいいですよ。<laughs> うん、主さんです。私、え一すんのか ?30 ポイントあれば2位。ええっ、ー、と、どっちかといったら25ポイントか。25ポイントあれば2位ですね。<laughs> 25ポイントあれば2位ですよだから10ポイントのお茶と15ポイントの拍手を1個送れば2位ですけどまあ任せますわ <laughs>、うん、任せますわそこはでもトイトイさんお強いからな結構累計で2640ポイント投げてくださってるからわしお茶勝ちぜ <laughs> キリトさんランキングで俺1位なんですけど のの人のダブルスコアでしたちなみに7 0 0 0すごいなぁ羨ましいわそういう押し目いないから俺 <laughs> そういう人いないんですよ、うんうん、私のあのキャスにはあのそういう押し目っていうのがいないんですよ <laughs> 8600でしすごいな金なさん8600が 惜し嫌な感じになにでも私のところでも9 4二あの累計で投げてくださってるからありがたいです <laughs> 感謝しておりますありがとうございますうん本当にねありがとうございます累計だと1万は余裕で超えてました押しになりましょうか <laughs> あまああのどちらでも結構大丈夫です <laughs> もう押していただければもう押していただければ ただ話題がねんだよな <laughs> もう話題って言ったらもう愚痴キャスになっちゃうんだよな俺の場合な <laughs> もう愚痴キャスになっちゃうからなコイン投げてもらってもちなみに今押しになるとコイン60枚贈呈させていただきます <laughs> あのあの60枚かえ <laughs> あ 60枚ちょっと待って60枚でしょえーと5枚で30分やろ <laughs> ちょっと10分で1時間だよな10分で1時間やからえー 6, 6時間 <laughs> ねえねえキャスが終了しましたの状態でアイテム投げると反映されますう、えーん確か反映されないんじゃないかまず投げれんのかな まずススアイテム殴れないんじゃなかったっけか。あ,あ、闇投げか。そうか、闇投げはできるね。うん、ちなみに35枚で、感想で、一旦枠が切れます。そうそうそう,そう、35枚。うん、あお茶箱ありがとうございます。ありがとうございます。 よくやめなきゃ <laughs> お茶ばっかりありがとうございます。ランランさんの枠も好きですよ。本当ランランさんの枠も好きですよ、私。でも、マリモさん、もう私は、もうこうなるとマリモさんの足、足を向けて寝れないじゃないですか。お,お腹、多分タプぶんになってくる。ほんと、たぶんたになりますお茶、多分それ、多分あれですよ。もう 5 5リットル分は <laughs> ありがとうございますありがとうございますそう一応ねあの500ポイントだと星2なんですけど私そう星2になってる人いないんでもう皆さんでこう5リットル <laughs> もう皆さんがねこう投げてくださって成り立ってるんで私のとこってうん上田さん愛されてますねみょんさんみょんみょんさんは投げる予定はこれではないですもんね <laughs> 腰がなっついてないから <laughs> ミョンさんもね大変やから本当 <laughs> まあね企画の時はよく投げるんですよねもうねそうカナダ杯とかねもうできなくなりつつあるからちょっと大変ですよね、うん、第3回カナダ3杯とかね計画してたんですけどねもうほぼお茶になりそうです <laughs> ほぼお茶にはないそうです。<laughs> ポイントあったら泣けますけど、いやいやいや、大丈夫です, <laughs> ですよ。ミョンさんの可愛いコインボ, <laughs> ボマーをやりましょうか。いやいや、<laughs> 大丈夫ですよ。もう,もうお茶泣くだけでもありがたいです。本当にありがとうございます。うん あポイント欲しいんじゃトップ3に入るのが夢 <laughs> うん何てこう炎上してるかというともうマリモさんがそのままコインを投げちゃうとランランさんが4位に落ちちゃうというオチちになりますんでここはちょっと <laughs> ここはちょっとあの押さえておかないと <laughs> うんマリモさんがこのまま投げちゃうともうランランさん4位に落ちちゃう だから一応ここはねある程度もうランランさんのためにもうね押さえとかないと <laughs>、うん、あ毎日闇投げしなきゃあ平日21時とか遊べるならマリカ大会どうです ?14 日メンバー足りなくて明日から誰かに声かけようかなと思ったんでうーんとね14日かどうだろうな14日って何日だろう水曜日かなわしもね 9時までで仕事なんですよ9時から仕事で10時飯食ってだからねちょっともしかしたら難しいかも休みの日だったらいけるんですけどね今もう9時まで仕事してるんでなんかなかもしかしたら難しいけどあ木曜日ちょっとあのね見ますけどでもマリカ対抗がそんなにマリカ強くないですか14日は何日だろううん木曜日ですね 木曜日っていう意味ですねうん、うん、14日隣にああそうなんですね俺も遅いと22時が帰りになったりするから休みでないとできなくてああそうなんですねそう私もそうなんですよ、うん、21一にぴったり終わるって言っても終われないんでだ <laughs> から10時に過ぎになったりとかもしちゃうしね、うん そこもやっぱ難しいですね。<laughs> だからあくまで私はもうライブ配信ではなく、普通に、あの <laughs>、動画出してやるって感じですいません、ぺこい。でも全部ライズアップ商品です <laughs>。<laughs> ライズアップか。ファミリーマートのライズアップでも買おうかな。<laughs> あれを買って、あの、 商品動画やったらいいのかな重要ねえだろうな <laughs> 俺はお客様次第なんで早いと20時半退社遅いと22時退社とかありますそれ多分接客業ですよね接客業はまた難しいですよねうん、うん、要は暇な時は早く帰れるけどお客様の入りによっては1一時過ぎに帰っちゃうとかということもあるってことですよね うん、ち,にちなみに私は大級ですが皆さん大丈夫ですかいや大丈夫な人もいれば大丈夫じゃない方もいらっしゃるみたいですね <laughs>、うん、大丈夫な方もいれば大丈夫じゃない方もいらっしゃいますね、うん、でも先月産業時間35時間だったのでお金がうまうま自分は携帯ああ携帯ショップかダメでしょうね 休みですあ皆さん休みの方もいいなうんなんだこの激甘激甘だな、ね、これもうバナナミルクハイなんか飲んじゃダメですこれ <laughs> 2です2ですもう評価2ですこれあんますぎるわ 今は契約社員なんで残業代がとっても大事ですまあ私も契約社員だからね、うん、残業残業で、まあ、残業するなとかって言われてるところもあるからねなかなか難しいですね夜勤終わったんでああなるほどもうそれはねゆっくりしてくださいあもしかしたらちょっと扇風機の音入るかもしれないですけど許してください <laughs> 暑いんで <laughs> 暑いんで許してください これで多分カエルの音は聞こえなくなるでしょう。うん、ああ、うまい。うわ、なんだこのバナナミルク入って。ケロケロ、ケロケロ。ケロケロケロ。カでも残業言ってだ、お金。 金額で、えー、給料計算したらボーナスなんてほぼないのに前の仕事よりも数十万年収アップですおおそうなんですねでもそれはねうん、うん、またでも難しいね、うん、残業がありきだからねそれはね残業がなければ、うん、安いところですよ、うん、月曜はちょっと早く出なきゃいけない日です いや、朝さん、それは早う寝なきゃいけない感じですかね。待てよ、学生っておわしかいないえーと、多分今頃ですか、それ。今頃もう、もうさっき寝てたやん、学生の皆さん。学生の皆さん、さっき寝てたやん。でも、前の仕事でも残業代ゼロですよ。必要な日でも。ああそう朝さん、大丈夫ですかもう寝ていただいてもいいですよ。 うん、うん、初めて気づいた遅いっすよ遅いっすよランナーさん遅いっすよもうマンチタンさんとかシーちゃんがいなくなった時に気づいてくださいよあと7分なのに本当やや遅いっすよ これでねあと7分で寝られないというね <laughs> うんうんてか朝さん寝てくださいよ大丈夫ですかうん休日も定められた休日が前より大幅に増えたんで非常に楽です残業するなと言われても残業しなきゃ回らないそうですよねこのコイン、えー、5枚のコインが消えてしまわれるのか <laughs>、うん、いや この枠 <laughs> この枠が終わったらちゃんと寝ますよあそうじゃあこのまま延長してもええんやで <laughs> 延長したらおおいえんやで7人の損失は大きいもうだってさ例えば延長切らん <laughs> 例えばさ この今見てる人が7人なわけでしょこの7人が一気にいなくなるってことでしょそしたら俺のキャスト0人ってことでしょそれを考えてみたらそりゃ損失はでかいよ。うん。テスト勉強が手につかないのでしてくださいよ。いやいや、赤。かん。<laughs> そしたら諦めます <laughs>。いやいやいや、だってさ、ですです、ほんとそうよ。 だってもここに今七人人がいるけどこれがみんないなくなったらさ何したらええやって話やん。とりあ考えたらねやっぱ人手不足って問題よ。七、うん、人いなくなったら私の職場人間マイナスイッチです。<laughs> <laughs> なるほど赤い赤いウニし。あ俺も勉テスト勉強しない うん、まあ違う海のペスト勉強でしょ頑張ってくださいああんまうんあま、うん、これダメだなすんごいあんまあんまりチューハイうん、うん、社員が5人ああ、うん、今5人かつらいっすね うちも7人いなくなったらへえて飛騨店員ゼロになりますね小規模店舗なんでていかお酒飲める人の枠になぜか私がいるんだ未成年かっこかりなのにペええー、ということや <laughs> 翼が入りましたつつらいいなくなりましたあすごいっすねだって社員が五人で回すわけないじゃん12人いたのにちょっと失礼 うん、回すわけないじゃんうんと思うよえー、まさっきのチュ、えーハイ甘くてあの弱ないんでもう一杯いきます <laughs> ああカナダさんの仕事で5人なんてまず無理だと思いますほんとよどんだけ焼きにしなきゃいけないやって話だあっ9か うん、2人減ってもほぼ壊滅しますうんやっぱりみんな <laughs>、うん、9回はねしんどいわ、うん、だってもうほぼ3分の1はもう夜勤でしょ みんな文句言うからあれなんでもうなんなんだろうね、うん、確かに二人だけでも損失はでかいけどそう頑張るところ本当に間違えちゃダメですよ本当ですよ、うん、だから倒れ宣言をここであのカナさんあの私の血栓倒れ宣言されても困ります頑張ってください病院行きましょう あの夜勤明けます病院行きましょう、うん、みんなお昼ご飯抜きになります <laughs> いやー怖いわそれも怖いわあかしい倒れたらお見舞いにお酒持ってきますあかん <laughs> あかん <laughs> あかんよそれも <laughs> もうだってねまあお昼ご飯抜きなんね大体うん、うん 起きることですから、ね、<laughs> うんだから寝れる時に寝てうんやんないとねだめなんですよ、うん、ということで今えっ、ー、と口直しにえっ、ー、と梅酒カクテルにしました <laughs> 梅酒カクテル ちゃんと薬14日分もらいました <laughs> すげ<ぎ>え<ー> <laughs> お酒っていってもねあれなんだまたこれもアルコール3%だからな日本がアジアで一番働きたくない国ナンバーワンって本当ですかいやそんなことはないでしょう以前の爪め先から比べたらえー、日頃お昼ご飯が食べられてるんで健康的あ 以前の仕事先も気になりますけどねそれはうん <laughs> 本当か分からないけどその順位は高いかと思うヤケザケお絵かきの森 ほんといけん本当飲まんといけんねそれ <laughs> やってらねえんっていうレベルじゃないですか <laughs>、うん、うわう <laughs> 否定しきれない音 <laughs> そうなんですかパチクリ会社選びになった時には注意しますほんとほんとでもね、うん、会社選びの時に あの本当に十分気をつけないとだから一桂さんとかねよくあの土日祝日休みですというところとか残業代が何時間までですとかってあの結構見てるからねあそこをちゃんと見ておかないとあの会社選べば結構苦労するというね <laughs> 以前の仕事だとかなさんと同じ介護でしたけど、えー、日勤だけだったのにストレスマッハとかでしたね <laughs> まあまマッハね <laughs> 否定しててくれても大丈夫ですよ <laughs> いやー否定はできないですよねー。<laughs> 否定はでできないですよねー、うん、今の大人がそれをさあの解決できるかっていったら今の大人でも解決できないのにあの未来のさ学生さんにさ「はい解決してくれよ」なんてそんなむちゃくちゃなことなんかできないって。 外国の人からすれば、日本の分刻みの動きをするとか、残業当たり前とか休むや、えー、めるできないとか言われてるそうです。ああ、なるほどね。延長入りました。うん、そうそうそう。延長入りましたよ。もうここで使い切りたいと思います。土 <laughs> 日祝日は休みです。今の法律上はうん。今の法律上はね。でもまあ今は全然関係ないし。 全然うんと思いますが、うん、もうあれですよ白熱ライフビビッドですよ完全に <laughs> えー、ですですディーサービスでしたけど夜勤の人からはあんな短い時間でこれだけ動くのって感じですごいと言われましたねうんなるほどね 金がないが楽とかそういうことないからね。夜勤なんかもう <laughs>、デイサービスの方が大変なのかなどうなんだろうね。難しいです。うん。私も以前、デイサービスでした。どうなんでしょうね。デイサービスの方が辛いのか、夜勤,夜勤の方が辛いよね。あと、夜勤の方が働く時間長いし。 介護家って多いですよね同じ職種の雰囲気の人って出会わない移動になりましたけどうんってことはまた移動して補充する感じなんですかねそうですよ僕からしたら夜勤なんて体壊す可能性100%だと思ってるからすごいと思います幼稚園の先生とか目指そうかねどうせ幼稚園も大変よね 幼稚園も結構子供気使わなきゃいけないからねほん <laughs> とだから夜勤のないデイサービスを選んだのにああそれで移動されたな、うん、って感じだったのねもうそれだったらもうやめるのももう手しかないのかな難しいけどね移動されてるんだったら、うん ねモンスターな親子さんと戦うのかう遅刻もあってもまあよいかくらいなとこもあるけどかさすがに嘘だろうって思うけどこの考えが日本気質かもしれない、うん、多分、えー、と腰低めに「すいません」を連呼してます <laughs> いやめてもす「すいません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 」すいませんって聞くキャスになるからやめてうん あすいません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 移動3日前に初めて移動を知てましたええー、それ遅すぎませんか移動の3日前って介護もモンスターな家族いますねで携帯ショップもモンスターなお客さん来ますけどいやーでもそうそれはどこもですよどこも <laughs> どこも一緒ですよ、うんうん、なるほどなかなかためになります うん、どこもそうですよモンスターなんかいっぱいいますよ、うん、だからその対策クレームにねどう対策するか私だけ知らされてなかったあああると思いますよ <laughs> すいませんのトラウマを思い出してしまいすいませんでしたああすごくよくわかります僕も以前の仕事で移動はいつか5日前いやーでもねああでも難しいな 移動,移動をだいぶ前に知ってる知って知ってだからって言ってうん難しいなあ俺は俺だけじゃなくみんな知らなかったんですああアホちゃうと思いましたな、うんなる、うん、せめて1週間くらいは置いとかないと分かんないけどまあやる気気力がなくなるとこもあるでしょうけど3日とか5日はまだ短いんじゃないかなさすがに。 うん、うん、急すぎるもんだって3日5日はやっぱせめて最低1週間も欲しいねうんと思っちゃうなうん1週間ぐらいだなせめて言って欲しいんだけ、ね、移動しませんって言ってたねデイサービスから別のデイサービスという珍しい移動の仕方しましたけどいろいろ大変でした、うん、ですよねうん移動しませんって言った、ね だからあれでしょもう上の押し付けでしょ <laughs> だからね最初はね希望のところに入るんですよ。でも途中で移動っていうのが入るんですよ。うん、移動でそこであの自分がやり,やりたくないところに部署移動するとかっていうのは結構あることですよ。うん 転居、うん、も伴う移動が5日前に言われる職場、えー、社員さんは大変ですよね本当ですよデイサービスからショートステイに移動です、うん、だからね本当にね最初はいいんですよ最初は楽なところに入るんですよでも途中であのきついあの誰もやりたくなさそうなところに移動っていうそういう移動っていうのがあるんです だからそこにそこになった時にあの自分としては残るのかはたまたあの可能性を見つけてやめるのかやっぱそこを考えるのか考えないといけないしあ延長されたのを見届けたんで落ちますねおやすみなさいおやすみなさいですしかも移動先の人に、えー、担当業者にのって資料を出してとか言,言わないからとか言われたけど資料が全てぐちゃぐちゃになるし 言ってたのに聞いてもらえなかったんですよね。頼んでおいても。もう、まあ、そのまんまだったってのか？うん。3日目にして夜勤。ああ、そうですね。3日目で夜勤は辛いですね。うん、むちゃくちゃですね。はい、朝さんお疲れ様でした。だからね。それはねまたね。世の中のことはね。知るのも大事ですよ。ランナーさん。<laughs> うん、お疲れ様です。 もうね、世の中のこと知っとくのも大変です、大事ですよ。うん。移動っていうのはね、これほど怖いものない。こんな時間まで学生が起きてていいのか。明日、明日学校だったらもう寝てください。<laughs> まとめて失礼、お先に失礼します。はい、お疲れ様でした。うん。う明日休みだったら別に学生でも起きてていいですけど。<laughs> うん今日は体力テストなんで寝ます。<laughs> あかんやん、それ。 赤いやつやん体力テストだったらもう寝てなきゃ体もたないっしょあ、うん、べえな最近かかしさんのとこも行けてねえな 自給層なのでタルマ宣言しておきますだからだからあの私のキャス倒れで宣言されても困りますから倒れで宣言やめて私のところで倒れで宣言しないで皆様お願いですから倒れで宣言しないでください私のキャス今の職場はショートステー単独なので移動はないんですがやめるかやめないかですねああなるほどね うんそっか僕も移動して1週間未満で、えー、入浴かか解除とかしてましたねそれこそデイサービスの入所回復は本当に辛いととは思うんですけどね、うんうん、いやだって入浴解除とかさ時にはさだってね倒れることだってあるでしょ解除してる方がうんうん、うん 途中で倒れてね意識不足のとかあるからね難しいっすよね <laughs> なかなかうんと思うんですよねあちょっと待ってこれ一応文章を書いておきますかうん これ以上知るのこ <laughs> いやいやまあ入浴介護はどこの部署もつらいですけどね,、えー、ね僕らは脱水注意です3時間に25人から30人いてるとか当たり前でしたからえー、そんなにまあそうですよねだって入浴の時にね脱水症状なんかもうテロップ <laughs> <laughs> いやいやいやたまにはね世の中のキャビアスキャビアスいやいいじゃないですかいやいやいやね脱水になった人はいブラックウワトさんいや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 ,いやねブラックウワトさんが出したウワトさんになってる うん、でも夜勤の話聞くとやっぱり夜勤の方が辛いと思いますけどね、うん、でもどうなんだろうねあーやっぱりなりますね脱水がねうん,ん介護とかってよくやってるなと思うんだよねほんとうんでもあれなんだよねやっぱショートステイとか入れてる人はもう少し安くなりませんかとかになるけどうんやっぱり働いてるまもやっぱ えお金もらわなきゃいけないしなと思うしねここよね駆け引き難しいよね、うん、だからねどうやっぱりあれなんの介護やっぱ自分で介護しなきゃいけないのかな仕事辞めてとかって考えちゃうとかしちゃうしね難しいよね介護って <laughs> うん将来とかどうするんだろうとか寝ないおばあちゃんが一人 寝ないおばあちゃんがふうたり寝ないおばあちゃんがさ人 <laughs> すごい眠いー眠いってかって <laughs> 大変ですねそれね、うん、寝れないんだからしょうがないのかなどうなんだろうね、うんうん、脱水はあるある むしろ起きていたおばあちゃんが1人。<laughs> うん、起,きてき起きてきたおばあちゃんがふうたり、起きてきたおばあちゃんが3人。じゃないですか寝ない学生が1人、寝ない学生がふうたり、寝ない学生が3人。<laughs> あのすいません、これ、疲れるんですけど、軽く <laughs>。軽く疲れるんですけど、これ <laughs>。 でもね本当にね、あれですよ、うん。部署移動はね、本当に気をつけなきゃいけない人間関係もめんどくさいですよ、うん。人間関係もめんどくさいんだよね、うん。部署移動と、やっぱり人間関係。部署移動して、あの、人と仲良くなれば、あの、別にいいんですけど、部署移動して、あの、ぐち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 同僚に言われるの、もう最悪ですよ。深夜におはようございますって言われます。 ちなみにデイサービスだと、出ていったおじいちゃん、おばあちゃんが1人、出ていったおじいちゃん、おばあちゃんが2人、出ていったおじいちゃん、おばあちゃんが3人ですよ <laughs>。人間関係の悩みは今のところないですね。いやいや、働いてからですよ。働いてからですよ。職場の人間関係もまた辛いですよ。職場関係にはいっぱいいるんな人いますから。うん。そういうのもやっぱ考慮しないと。 <laughs> すごい。すごい。デイサービスで出ていったおじいちゃん。すごいな。もうもう,う、徘徊じゃないですか、それじゃ完全に。俺と先輩職員で2人で別々に出ていった、出ていった利用者さんを追いかけていってきます <laughs> お,いおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん、どこ行くのみたいな。うん、すごいな、それ。 最近女子に歯向かうとすぐペコペコ謝っちゃいますがなぜだろうかいやそれはね多分ね女性の方が強いってことでしょ脱走したおじいちゃんが1人、えー、片方は山道や片方は川へいいいやいやなんかもう逃走犯みたいな逃亡犯やんそれじゃあもう完全に,もう,本当にもう2人ではいもう逃げてましょうみたいな もう刑務所なのかな介護老人ホームってって思っちゃうからな川の中から「ドンブラーこんにちは」ン <laughs> なンんんさ <laughs> あ,あかんかなあ,あやっと余裕が回ってきたなうんだからねほんとにね 世の中、ね、最初はいいんですよ、最初は。でもね、あの移動したときに、人はどう判断するかっていうのが大事で、うん、あの移動したときにあの、私は行きませんって言っても、もう行か,ざ行かざるを得なくなったときに、私は辞めますっていうのか、それとも、あの私は残りますっていうのか、デイサービスで怒って帰る。 っ,て言ったおばあちゃんが1人 <laughs> 逆に、えー、他の先輩職員が2人でそれぞれ別の人を追っかけた時に職員俺1人でせ、えー、施設にいたことがありましたよ最初はデイサービスの小規模で、えー、職員が少なかったですし <laughs> どんデイサービス怒って帰る人が1人か怖いなぁ介,介護もまた闇やなもう世の中っていうか介護の闇キャシやん <laughs> 変えたかこれタイトル <laughs> タイトルタイトル変えた方がいいわこれ確かに,本当にこれ変えた方がいいわこれ。 うん、近くん、確かに脱走がどこに流行,流行してるのか犬も脱走しないで首はつけなきゃんで何それ俺のことか近く,近くだったので家までついていきました <laughs> ちなみに俺も本気で抑え込まないと抑えきれないおばあちゃんいました <laughs> すごいですねうん難しいすごいもう介護空会のね闇キャスちょっと 別の機会にちょっとやりましょうこれは <laughs> もういろんなね教会の闇キャスなんか闇なんかいっぱいあると思うよ本当にもちろん上の許可取って <laughs> うんあキリトさんおかえりですどうもどうも <laughs> おかえりです <laughs> こ,れこれちょっと変えた方がいいのかな <laughs> タイトル <laughs>「介護業会の闇キャス」って <laughs> おばあちゃんに噛まれますいえ噛まれるのあっまっえー、マグマ茶飲んで死にかけてる自分です大丈夫ですか海後公はこう怖いですねえっ、ー、と学生は闇見なくてもいいですよね俺は大抵追っかけた後で他の職員さんが車で迎えに来てもらいましたああなるほどねうんいいや,いや もう,もう脱走兵じゃないですか完全にそれじゃあもうもう,もう刑務所から脱走脱走するのをもう追っかける感じですよねうーん難しいもうそれでね何があっても自分たちの責任にされるしねうーん難しいよね介護僕には分かんないですね <laughs> 分かんない方がいいですよね本当に脱走好きでこ 脱走付き会、またそれも問題ですね <laughs> もしも上田さんの闇キャスから10001500時間になったら脱走します宣言大丈夫でしたその時はキャス終わりますから <laughs>、うん、あと僕は多くのおばあちゃんに毎回口説かれてましたで口説き1回してました そして毎回嫁を世話する予定す <laughs> すごいでも大変そうだなと僕は思いますね追いかけ追いかけられないんだなんて闇キャスだ <laughs> おじいちゃんに口説かれてる <laughs> すごいなやっぱ口説かれてんだね皆さんねもうでもね口説きたくなるよね <laughs> <laughs> もうマリ 何枚も違うでしょうけど「マリモさん」とか「カいカナダさん」とか「いい女だな」って <laughs> いやーでもね介護施設はね本当にそういうのわしも口説かれたいいやじゃあ介護国会行きますからあのさく説かれたいんだったらようこそ介護業界の闇へおいい,やおいおいおい 男性職員だとおばあちゃんの方に行藤かれればおじいちゃんとか大工仕事を教えてもらったりとかで可愛いがれてますあそうなんですねうん闇だらけだよ <laughs> でもその前にトイレ行こうかってする <laughs> なるほど、ね、体格もやしなんで初日で倒おりますあかる 怖いカタカタ <laughs> だからね俺知りたくないです知り,知りたくないんですよねでもね中で知ってるとねどん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 そういう <laughs> なんか奥二の会話がエスカレートするんで <laughs> もう急遽介護公開の闇キャスになりました <laughs> ですよね <laughs> もうこれであのコインが結構使い切ったんで 新しいカしキーキー SD カードがいいですね <laughs>、うんうん。なんか動画に使うんですか盛り上がってます。<laughs> いやいやいや <laughs>、介護業界のことがあるから <laughs>、女性が多いですからね、職員も、えー、利用者さんも、なので男性がいると頼りになると言われてるおじいちゃんから、こういうことできる、教えてあげようかと言われますね。 学生に介護業界は危険だと教えてくれる素晴らしい僕だと感じましたかいやいやいや介護業界に行ってもええんやで、うん、前の SD カードが壊れてしまってああなるほどね、うん、いやいや介護業界は危険っていうわけではないけど本当にあの,あのまあ夜勤とかあってももう覚悟できる人が あの行くところであってもう思い落ちゃんつらい <laughs> まあね128ギガメーカーじゃなくてギガなの <laughs> まあもしかしたら10年くらいしたら介護の救助爆上げだったりするかもですよね <laughs> いやー難しいんじゃないですかね介護協会の救助って <laughs> うん 難しいと思うな。うん、だってそ、その前にまず払えないからね。払う人か。覚悟ないです。おじいちゃんとか戦うなら、PTA とか戦う道を選びます。うん、じゃあ、モンスター払う。あの、あの、クレーマーと戦う準備でもしておいてくださいね、ランランさん。<laughs> 寝るんで落ちますね。ぺこンおやすみなさい。はい。おやすみなさい。ありがとうございます。 80キロのおじいちゃんが立てないというか立とうとしないのにお風呂張りたいとかめっちゃ泣きたいですうん泣いてる泣きましょうそれはいおやすみなさいですはいキルトさんおやすみなさいですすごいなこの介護協会のやみかすって言いながら私はあのあと6分で終わりますから <laughs> 6分で終わりますから大丈夫ですよ うん、おやすみなさいです。あと6分で終わりますけどね。<laughs> もうやっとこれでコインなくなりましたんで <laughs>、うん。自分が持っていかれます。ですよねー。体重が軽いから。うん、ではでは。ああ、子供に戻りて。本当ですよ、うんうん。でも、ランランさんの場合はまだ。え ?50 枚追加。え <laughs> あかん。 私も寝かしてくれ寝かしてくれ若くなりていやいやランナーさん何をおっしゃる倍以上進路ランランさんまだ若いでしょ、うん、いや今からどこに行くかという会社決めだけでもピッチピシナリティーいや何をおっしゃるああ男でも体持っていかれますからね、うん うん、すごいな。<laughs> 介護業界の闇が作これ、残すか。コイン、いや、今日はいいです。今日はいい。ご遠慮させていただきます。コイン委員会だら受け付けますよ。<laughs> まあ、まだ5歳ですけどね。あなた20代じゃねえのかい <laughs> あなた20代じゃねえのかい <laughs> あなた20代の男性じゃねえのかい <laughs> 東京に住んでんじゃねえのかい？<laughs> 腰痛めます。ほん。私もね。腰やばいんですよね。ちょっとね。もうマッサージとかね。なんか行こうかなと思う。くらい、うん。肩も凝ってるしね。<laughs> あかんな。本当自分そんなきつい仕事してるわけじゃないんだけど、うん、腰も痛めるし肩も凝るしね。 あかんですよね20代の学生 <laughs> 20代の男性の学生で東京住みという設定を作られます <laughs> 仕事中はコルセット20代でも介護してると腰壊します仕事変わってから一気に改善されました <laughs> 病院行ってないのにあそうなんですねやっぱそうなんですね介護、うん、はねうんつら、うん、いっすね じゃあもう今,今からもう介護に行ったらもう,もう腰痛めますね <laughs>、うん、さああと3分切りましたね <laughs> うんコルセットかちなみにヘルニアとか分離症っていう2つの腰の症状あります、うん、ヘルニアはよく聞くけど分離症ってなんだろうねあんまり聞いたことないなヘルニアはよくね あのよく聞くけど血血盤板がこう壊れちゃうっていうのは整骨院のマッサージが気持ちよすぎて寝そうになりますよランドンさんもうもうもう整骨院行きですか早くないですかさすがに整骨院行きはちょっと早くないかとさすがにさすがに20代という設定でもちょっと早くないですか 長く勤めると大変です。<laughs> なるほどね。うん、いくらか,か、まあでもあれか。重い、重いランドセルとかって思ってとか。整骨水の知り合いにマッサージしてもらったね。ああ、そうなんですね。<laughs> いやー、もう整骨のやみせ、えー。座るのも辛くなったのに、今では全然平気です。ぴょんぴょん。 医者からは分離症は腰の疲労骨折みたいなものだと落とされましたうわ肩こり <laughs> もう落としが怖いですよね医者からのね <laughs>、うん、いやもう怖いっすねうんやっぱ介護はなるもんじゃないなやっぱ覚悟決めてなるもんだなわし最近首こるわしずっと凝ってますよ <laughs> 腰壊さないわけがない。ほんと腰のね。<laughs> というわけで、かっこない <laughs>。いやいやいや <laughs> いや、神田さん <laughs>、あとえっと、1分切りましたね <laughs>。本当に、えっと、長い時間、本当にありがとうございました <laughs>。えっと、30分が、えっと、35、15、150分ですか <laughs> ということは、えっと、今回は2時間半という <laughs>。 長いキャスになりましたね。はい。本当にありがとうございました。えっ、ー、と、越團さん、6人さん。本当に、ほんまやで、何言や、元や <laughs> 誰おっしゃってんだろうか。<laughs> はい。お疲れ様。これはあの、残しますんで、介護協会の闇はあの、残しますんで、ぜひね。<laughs> 本当に、えー、2時間半という長い間でしたけども、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。え、残すよ、それは。<laughs> こうちゃん、あ、お疲れ様でした。 残すよ。残すよ。<laughs> 残しますよ <laughs> や。やめよう。残しとく <laughs> はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。